おはようございます、ナンスケです。タイから帰ってきた次の日になります。大会もいろいろ控えてるので、体がね、海外から帰国したら例えばね、激太りだったりとかそういうのがあると思うので、ちょっとね、体重を測っていきたいと思います。さあさあ、体重を測ります。 69.7。 全然増えてねえ。もう普通にさ、パンとかさ、カロリー気にせず食べて、たくさん動こうと思って筋トレはしてたけど、 BFC とかはほぼほぼ無視、タンパク質は結構取るっていうぐらいで、脂質も結構取ってたと思うんだけど、許容はね72キロって言ってたんだけど、全然増えてなくて結構安心しました。僕のね、仕上がってる体重が68から水抜くと 66.7 とか、まあ1キロこうやってね、体脂肪減らせば、まあ、仕上がるっていう感じですね、今で。ここからね、もうちょっとだけ70キロぐらいをアベレージになるように体重を調整していって、オールジャパンにね、備えてね、体作りをしていきます。よし、朝ごはん食べてます。結構辛いものが多かったから、腸内をね、休めようと思ってね、朝からオートミール食べてます。うん、辛いの苦手だったんだけどね、意外といけるようになってた。うん、人は成長するね。今一食食べてちょっと経ったんですけど、一応体はね、取っとこうと思って、腹筋の感じとかもね、めちゃくちゃいい感じ。タイに3日4日いたとは思えないですね。うん、うまくね、コンディションも保ててるんで、しっかりこのままね、すごくね、綺麗に増量して、オールジャパンに向けてね、体を作っていきます。最高。今さ、歯を磨いてたんだけど、タイだとね、歯を磨くときも水道水は使わなかったの。すごいね、お腹を壊してしまうから。めちゃくちゃ安心してね、水道水使えることで、なんかね、喜びを感じてるのと、とてもなんか不思議、あれ、水道水使っていいんだっけとかって思いながらね、やってました。もうめちゃくちゃね、気持ちよく歯を磨いた。タイいるとさ、すごい神経を使うんですよね、お腹壊さないようにとかって言って。全然お腹壊さなかったね、むしろ筋肉大きくなったんじゃねっていう感じぐらいで調子がいい。日本に帰ってきたら湿気も少ないかなと思って、前髪がね、こんなになってたからさ、こうやって僕下ろしてるんだけど、タイだとなんかぐるん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 、僕くせっ気だからさ、巻いてきちゃって、日本だったら大丈夫だろうなと思ったけど、バリバリに雨降ってるし、バリバリに湿気がすごい、タイと変わんない。まあ、タイはね、独特なね、湿気の感じがあるんだけど、でも日本も湿気はね、すごいね、やっぱり。これからね、パーソナルトレーニングに行きます。なのでね、ちょっと今準備してたんですけど、これからね、お茶出たいと思います。よいしょ。急遽イロハスとフレニック、日本に着いてから鶏の仕込みがまだできてないから、久しぶりにね、セブンで買いました。食べるの絶対美味しい。今日はですね、パーソナルで僕の出てる団体の JBBF っていう団体のもうトップの選手ですね、世界でもチャンピオンを取ってる寺島さんという方に教えていただきます。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、今日はトレーニングがっつり教えていただきます。行きましょう。3種目目いきます。楽しい。ありがとうございます。当然だった。とりあえずパーソナルが終わりました。ちょっとね、いろいろ学ぶことが多すぎて楽しかった。めっちゃ楽しかったです。一旦ね、ジムの方に戻ります。よし、行きましょう。シェイプアパレルが飾ってある。かわいいロゴ。今ね、ジムに帰ってきて時間がね、すごい経ったんですけど、ミーティングをしてて、シェイプアパレルのね、ポップアップを前回6月ぐらいにやったんですけど、またね、9月の頭にやろうって考えてます。このジムがだいたいね、80平米ぐらいなんですけど、前回はね、60平米ぐらいでやって、結構ね、正直狭かったんですよね。今回はね、もうちょっと広めのところでやろうとか、なんかそういうのをミーティングをしてて、来てくださった方がね、より楽しんでくれるようなアパレルと、僕も大会終わって次のオールジャパンに向けての大会期間のちょうど真ん中ぐらいで、自分のメンタルもとても良くて、コンディションいい状態でね、ポップアップやれて、大会間近ってやっぱ体絞れてるから、そういうところも見てほしいとか、いろんなね、ちょっと思いがあって、
そういうのもいろいろ詰めてお伝えさせていただいて、ポップアップをね、実施できたらって思ってます。またね、詳細はお話ししますが、ぜひね、会いに来てください。ということでね、正直、寺島さんのパーソナルを受けてきて、あれ、久野さんのパーソナルはとかってね、言われると思うんですけど、僕自身もね、久野さんにちょっと LINE でね、ご相談させていただいて、僕の気持ちをね、伝えました。どうやって伝えたかっていうと、僕の気持ちはまず、フィジークで勝てる選手になりたい。そして次のオールジャパンに向けて、よりね、自分を改善していきたいっていうところで、まあ、さらに進化をしたいっていうのが、まず自分の中で目的としてあります。で、その中でどういう手を取っていけばいいかっていうと、まあ、久野さんのパーソナルもね、僕はかなり成長できて、今回の入賞にね、久野さんのおかげで、このような成績ができたっていうところもあるんですけど、いろんな人の意見を聞きたいなと。いろんな人のトレーニングを知りたいし、JBBF っていうのは、いろんなトップ選手がいます。で、その中でね、久野さんとはスタイルの違う寺島さんっていう、まあ、いわゆる世界でね、戦ってる選手。久野さんと結構違う僕から見た客観的なところは、絞りの感じだったりとか、ポージングだったりとか、雰囲気も久野さんとは結構違うところもあったりとかして、どちらもやっぱりいいところを知りたいと思ってます。やっぱりいろんなね、強い方を見たいっていう思いが先行してしまって、そういう方がどういうトレーニングをしてるのか、どういう食事をしてるのか、ポージングをしてるのかっていうのも全部吸収したいと思って、今回ね、寺島さんのパーソナルを申し込みました。僕はね、結構前から言ってたんですけど、パーソナルトレーナーはトレーニングだったりとか食事の方法っていうのはフィジークやってる選手の中でもみんな違います。みんなね、いろんなやり方があって、いろんなね、アプローチをしています。だから全く同じの食事の人はいないです。僕は思ったのは、いろんな人の意見を知りたいし、いろんなことを取り入れていきたい。そうしたらやっぱりもっと強くなれるかなって思って、このような選択をしました。まあ正直ね、ちょっとマニアックなことを話すと、寺島さんは JBBF の団体を去年卒業して FWJ っていう違う団体に移りました。言ってしまえば、すでに JBBF の選手ではないです。だけど JBBF で何連覇も何連覇も日本の1位を取ってきた選手でもあります。正直この決断は迷いました。なぜなら FWJ っていう団体の選手に、なんで JBBF のことを教わりに行くのっていう声が出てくるかなって思ったからです。団体について細かく知らない人っていうのは、そんなの問題ないじゃんって思うかもしれないですが、フィジークの世界とか筋トレの世界っていうのは、団体っていうのはすごい気にする風潮にあります。僕はこうやってね、丁寧にね、説明しないとなって思ってます。もし僕がこの説明を抜きで動画を出した時には、なんでっていろんな方面からね、いろんな声が飛んでくると思ったので、やっぱり丁寧に説明しないとなって思って今動画を撮ってます。あとは個人的な話、僕がオールジャパンに出たいなと思った憧れた選手がいたってね、僕が大会を決めた時の動画で話してるんですよね。でも名前は出さなかったんですよ。そう、憧れた選手がいたんですとしか言わなかった。これは誰のことを言ってたのかっていうと、もう皆さん分かる通り、寺島さんのことを言ってました。僕は寺島さんに憧れてオールジャパンに出たいなって思ったんですよね。だけど、そういうね、団体のこととか、筋トレの界隈とか、フィットネスの界隈は、とても気にする風潮があるので、声を大にできなかったんですよね。寺島さんに憧れてましたって言ったら、いやもう寺島さんは FWJ でしょっていうね、声が絶対に来ると思ったから、僕は名前を出せなかったし、そこに関しては僕は本当に弱い人間だなって、すごい思いました。だけど僕はね、本当に寺島さんに憧れてオールジャパンに出たいと大学生の時に思って、安井ゆりさんにオールジャパンに出たいですって伝えて、その3年後にね、やっと今オールジャパンに出れる権利を獲得しました。もうこの権利を獲得したからには、オールジャパンに出る怪物たちに一矢報いたい。できれば一発目から入賞できるぐらいな成績を残したいですってなった時には、やっぱり憧れの選手のようにステージに立ちたい。だから僕は寺島さんにパーソナルをお願いしました。これがね、僕の気持ちの全てです。まあこんなにね、熱く語って何言ったんじゃこいつって思うかもしれないんですけど、僕の中ではとても大切です。本当だったら最初からそうやって言えばよかったのに、なんかそういうね、目を気にして言えなかったけど、やっぱり嘘はつきたくないなって思って、 YouTube の動画で寺島さんに教わりますってことも言いました。これからはね、もうちょっと進化した自分をね、見せられるようにね、頑張っていきます。ちなみに自分の体は今ね、こんな感じの絞り具合です。ライティングがちょっと分かりづらいかな。絞りは悪くないかなと。
こっからね、僕はね、減量をね、していくんですけど、結構ね、ハイカロリーな減量から始めていきます。前回の減量巻きが2200キロカロリーぐらい、もしくは2000カロリーぐらいだったんですけど、今はね、正直3000ぐらい取ってます。3000取っててね、血管がまだ浮き出てる状態なので、これで2ヶ月間かけて、じわ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 絞っていきます。途中にね、レモンクラシックがあるんですけど、そこでステージもね、戦って、強い選手を見て、オールジャパンを迎えられたらって思ってます。今日は夜ご飯お寿司です。なぜかというと、明日友達とディズニーに行きます。僕のねためを思ってお寿司を買ってくれました。まあみんなちょっとダイエット中っぽいけど、まあということでね、今お家に帰ってきたんですけど、お寿司を食べてね、明日のカロリーたくさん消費しましょうってことで代謝を上げる作戦ですね。嘘です、普通に食べたいだけです、お寿司が。とりあえず明日はね、ジムも仕事も全部休みなので、久しぶりにマジでね、何年ぶり、マジでね、全然何年ぶりっていうレベルの話じゃない、多分1年未満で言ってると思うんですけど、1年ぶりぐらいにね、ディズニーに行きます。カロリーをどんぐらい消費するのかなっていうのは、正直ね、初めてこのアプローチをつけて明日ディズニーに行くので、カロリーがどのぐらい消費するのかっていうのが結構楽しみです。で、今一人で喋ってるけど、本当ここいますから、みんな喋ってないだけで、はい、一人みたいな嘘じゃないですからね、一人ディズニーだろお前みたいな言わないでください。はい、それはちょっと悲しいので、今ね、明日はちょっとディズニーなので、明日の分の動画のショート動画を作ってました。これでね、予約設定して明日は無事ディズニーに行けます。まあ、今日はね、ちょっと友達が泊まってるんですけど、明日は多分めちゃくちゃ早いです。 YouTube もね、撮っていいかなって聞いたら、いやって言ってくれたので、ちょっとディズニーでもね、 YouTube をね、回したいなって思ってます。ディズニーに行ったことない人って実はね、たくさんいると思ってて、まあ、僕はね、東京が近いのでディズニーに行けるんですけど、やっぱ大阪とか九州とかね、北海道の方ってディズニー行ったことないから、こんな感じでディズニーってあるんだよっていうのをぜひね、僕の動画で知っていただけたらとても嬉しいです。タイに行ってね、全然体重が変わってなかったんですけど、結構ね、体の質感もすごく良くなってて、僕はね、正直大会が終わってから、まあ、ストレスケアとかしないで、もうずっとね、まあ、例えばお米とか胸肉とかっていう、とても綺麗な食事で食事をしようかなってずっと思ってたんですけど、いろんなね、選手からのアドバイスをいただいて、1週間ぐらい食べてメンタルをケアした方が、体的にもメンタル的にもすごいいい反応をするっていうお話を聞いて、ちょっとタイでね、思い切っていろんなものを食べてみました。だけどカロリーは結構調整したから、体はね、むしろ結構いい感じに張ってて、ストレスもすごい軽減されました。やっぱりダイエットをね、されてる方っていうのは、毎日毎日ね、とても綺麗な食事をすると思います。だけど所々でストレスをね、減らしていくような食事っていうのはとても必要だと。僕がね、タイってね、めちゃくちゃ食べてるんですよ、動画で。パンも食べてるし、デザートもちょっと食べてるし、まあ、フルーツとかもたくさん食べてるし、脂質もね、結構多いチャーハンとかも食べてるんですよね。だけどカロリーたくさん消費してて、トータルカロリーもコントロールしてる。何を伝えたいかっていうと、そんな1日食べたぐらいでマジで太んない。これはね、僕の動画でたくさん言ってるんだけど、このね、タイの旅行でもう4日間ぐらい、5日間ぐらいね、 POC を測らないでたくさん食べたけど、それでもマジで太んないから、本当に食べちゃって後悔してる人、そういう方はね、むしろね、喜んだ方がいい。体の反応がとてもよく出るって。僕はやっぱりずっと言ってるけど、 100% でやる必要はないから、60% ぐらいの力でね、やるのがダイエットが一番うまくいくパーセンテージだと僕は思ってます。100% でやれてる人なんて絶対いないから、60% ぐらいで楽しみながらね、食事も楽しんで痩せれるって最高じゃないですか。一番失敗するのは、もう食べちゃったって言って、ダイエットをやめてしまうこと。こういう人がね、とても多いので、一番は、あ、私ってそういえば 60% で走ってるんだった。ダイエットやってるんだったってね、ちゃんと思い出すこと。食べちゃったら、むしろね、代謝を上げるマジでチャンスだから、それをね、忘れずにね、皆さん生活していただけたらなって思ってます。ということでね、今日の動画はね、以上になります。僕もね、大会までね、残り2ヶ月ぐらいになりました。まあ、2ヶ月ね、本当にあっという間だと思うけど、ここでね、体の変化を少しでも出して、オールジャパンにね、食い込む。もうオールジャパンっていうのは、僕が習っている寺島さんとか久野さんとか、そういう人たちが立つステージです。そこにね、どのぐらい僕の4年という筋トレ歴で食い込めるかっていうのを、このビデオに収めたい。できる限りね、奮闘して怪物たちにね、一矢報いて、できれば入賞したい思ってます。入賞してね、うわー、名付けここに食い込むんかってね、やっぱ言わせたい。誰に言わせたいのか分かんないけど、言わせたいです。修羅の道だと思うけど、頑張っていきます。ということで、今回の動画は以上になります。また、あ、そういえばね、最後の挨拶を変えようと思って、今日からね、変えていこうかなって思います。また次回の動画でお会いしましょう。またね。